こう握っていた左手がですねこう滑ってしまって海に落ちて死んだというですね僕もあの昔そうのよう,うに思ってたんですねしかし改めてちゃんと画面をマごとに見てみるとミハルがですね死んじゃったのはミサイルの爆風で吹き飛ばされて海に落ちたからではないっていうのが分かります吹き飛ばされた後ののハルなんですけどもここからですね心臓の鼓動みたいな音が聞こえてスローモーションになるんですね えー、これ最初のカットです。これも本当に全体で1秒もないようなカットなんですけども、黒目のサイズをここ覚えておいてください。で、前からですね、えー、衝撃波が来て後ろへ吹っ飛ばされます。で、その衝撃で髪の毛を止めていた髪留めが切れて、髪がバサッと乱れるんですね。髪留めが切れて乱れるというところを書いてあげようというのが作画の思いやりですね。で、3コマ目。顔が完全に見えなくなっている。で、4コマ目。 えー、顔がまた見えるようになる。髪の毛が持ち上がって見えるようになるんですけど、この時にですね、一コマ目と比べると、ですね。瞳のサイズが明らかに小さくなってるんですね。一、えー、コマ目もう一回戻りましょう。一コマ目のですね、これ単に驚いて目を開いてる。見開いてるだけのカットですね。それに対して、もう一回四コマ目ですね、えー。完全にですね、これはもう瞳孔が開いてる。多分ですね、これあの、 ロケット噴射の衝撃波の直撃でですね、おそらくミハルの死因は内臓破裂なんですね。内臓破裂で即死なんですよ。富野さんもともとロケット開発の科学者になりたかったというほどミサイルロケットに詳しい人なのでですね、ロケット噴射の衝撃波っていうのは強いことをしてるんですね。ロケットの噴射口ってですね、下に水をプールみたいに張るんですね。 深さ、あの、何メートルもですね、水を張ってプール状にしてですね、それでロケットの噴射炎を受け止めるんですけど、あれですね、熱対策じゃないんですよ。衝撃波対策なんですよ。それぐらい衝撃波って強いんですね。なので、そのミサイルが3発1度に点火したら、これ1発だけだったら大丈夫だったんでしょうけど、3発1度に点火することによる衝撃波で、 あの、ミハルは吹き飛ばされて内臓破裂で即死したんじゃないのかっていうふうに僕は考えています。結果ですね、ミハルはガンペリーから吹き飛ばされるわけですね。ガンペリーから振り落とされて空中を漂って、このエフェクトを呼ばれる後ろの背景がダブラシで青空と海になってですね、水平線が見えてる状態ですね。で、ようやっと自由落下の状態になると、かなり枚数かけた作画になってますね。 えー、ミハルの全くのミスでですね、ミサイルが3発同時に発射される。で、3発同時に発射されたから、 ズゴックに直撃してですね、結果ズゴックはですね、爆発してしまうんですね。誘導していないミサイルをですね、ガンペリーの機種を水中にいるボビルスーツに向けて発射するって大雑把な方法ではですね、そもそもミサイルが命中するはずなんかないんですね。ところが3発同時にミサイルを発射したからですね、その3発同時に着弾し爆発したことによる、やっぱ同じ衝撃波でですね、ズゴックを撃退できたわけです。だから、結果的にこれは、 あの、見張るの大手柄でもあるんですね。